こんにちは、佐藤です。そして原作上の浜岡です。今日はですね、こちらを打っていきたいと思います。ドゥドゥン、ファスターク G1 なんですけど、最近出たファスターク G1 アツスターマックスを打っていきたいと思います。僕はね、まあ皆さんご存知、元日卓ユーザー、4年ぐらいでファスターク G1 を扱ってたと思うんですけど、特厚なんだけど、まあ威力がもうちょっと欲しいなって思った時もあったんですね、日卓ユーザーの時で。まあ何やらね、マックスが出たということで、ちょっとこれね、あのアイリス卓球場さんのラケットでね、あったのでちょっとお借りして打ってみたいなと思います。では行こう。でこちらにね、あの伊藤美誠カーボンもあって、僕もこれ打ったことないんですけど、まあ、中身は、まあ、アコースティックカーボンとねほとんど一緒だと思うんですけど、こちらに貼ってあるのは、まあ、G1 特厚で、こっちがマックスとのことなので、まあ、ちょっとね、まあ、厳密にはラケット違うんで純粋な比較はできないんですけど、まあちょっと比較としてね、こちら打っていきたいと思います。お願いします。じゃあ最初特厚からいきます。まあまあまあこんなもんでしょう。次マックス。いや本当見た目がね全然違う。うん、やっぱスポンジ厚いね。こんな違うんだ。出す。あ、違う。やっぱり前まで木でポコンって打ってたのが、スポンジが厚くなった分、よりね、ちょっと食い込んでる感覚はあるの。確かに。僕はこっちの方が好きです。うん、打球感は。ただやっぱりラバーが厚くなるってことは、それだけ重さもね重くなるってことなんで、まあ、そこの折り合いはあると思うんですけど、僕だったら今日卓のように使ってって言われたら G1 のマックス両面使うかな。まあちょっとまだバック持ってないんで、ね、あれですけど、ちょっとバック持っていきましょう。おお、てかこの伊藤美誠カーボンいいね。あ、うん、僕もデザインが好き。打球感もいいんですけど、次マックス。うん、まあ、やっぱマックスだな。まあ、ビビたる差ではあるけど、より熱いのが出てるんだったらこっちかなとは思いますね。もちろんこれは好みの問題なんですけどね。すごいね、 G1 マックスいいラバーだなと思います。というわけで、まあこのままねこれ使って試合してもいいんですけど、まあね今日はね浜ちゃんと試合するんですけど、まあでも普通に何回もいつも試合してるんで、今日はすいません G1 マックスの動画なんですけど、まあ打ってね違いはなんとなく分かったので、こちら使わせていただいてもいいですかね。あのこちらね、バカの表ソフトで伊藤美誠選手仕様モデルみたいな感じで、ラージボール表ソフトなんで、もう表ソフトも余裕なんですよ。なので今日はライバル浜ちゃんを表ソフトで起こしたいと思います。覚悟はできてますか？余裕です。余裕ですか？はい、試合やりましょう。じゃあ2ゲーム選手で、はい、お願いします。お願いします。レッドナックル。レッドナックル。よし、余裕だわ。本当もう公式と変わらない実力出せます。こいつネット多いんだった。まあそうだよ、ティファはネット多い。
はい、そう。うまい。はい。またパンチです。はい。いやー、さすがやな。あれいいちょっと裏でやってもちょっと怪しいぞこのクーズ。よし。いや強い。ちょっと待ってラバーじゃねえ。行くんや。僕行ったなと思ったんだけど。いやーね、俺も入ると思わなかったもん。